サラハ。大英博物館像サラハ、またはサラハッパーダは、密教、サハジャの理を説いた、インドの僧で、知ったの一人とされ、死集、ドーハー校舎の作者として知られる。経歴は不明であるが、サラハを含むサハジャ上の知った,たちは8世紀から11世紀、頃の人物とされる。サラハという名前は、矢を板を意味するとされ、図像学上は矢を持つ姿で表される。 サラハについては12世紀の84条者で伝や16世紀のパオオツクラク、賢者の縁など、主にチベットで書かれた書物に電気が載せられているが、これらの書物に言うところは実に様々であり、生まれた年も、紀元前3世紀から12世紀まで、場所も南インド、東インド、北インドなどと一致せず、史実としては何もわからないというのに近い。 84常受社殿の伝えるところによると、サラハはダーキニーの子で、東インドのバラモンだったが、仏教にも消えし、昼間はバラモンの教え、夜は仏教の務めを行っていた。ある時バラモンたちは、サラハが酒を飲んで、バラモンの戒律を破ったと聞き、彼を追放するよう王に訴えた。サラハは自らの無実を証明するために、 王や他のバラモンの前で様々な人通力を示した。この時サラハは、王、王妃、人々のための三つの道派王体、バラモンたちは仏門に入った。その後サラハは十五歳の娘と共に陰性した。ある日サラハは娘に、株の料理が食べたいと言い、娘は株を煮込んだが、サラハはそのまま十二年間も三枚に入り、三枚から戻った後に株はどうしたかと聞いた。 それからサラハは山にこもろうとしたが、娘は体が孤独であっても心が孤独でなければなりません。あなたは12年間も三枚に入っていたのに、株の概念から離れられなかったではありませんか。山に行ったところで何になるでしょう。と言った。娘のこの言葉によってサラハは執着をして大インチ切りを得た。別の伝説によると、サラハは南インドのバラモンで、 ラーフラの弟子になり、また、ナーガー・ルズナの,の師であった。ある時市場で、娘が矢を作っている様子を見て、真理を悟り、名前をサラハと改めた。サラハは、娘と共に、瞑想やヨーガの修練を行った。サラハは、死体置き場に住んでバジュラギーティを歌ったが、人々は、サラハの破壊行為を非難した。そこで、サラハは、ドーハワを作って、人々、王妃、 王を強化した。サラハは、アパブラン社で書かれた、ユーイン二行連詞を集めた強説的詩集、ドーハー校舎の作者として、最も知られる。日本語訳、サラハの作とされる、ドーハー集には他に、王のドーハーと王妃のドーハーが存在するが、これらの真偽については、チベット人の間でも議論があり、11世紀ネパールの、ボールポアスによる偽作とする説があった。 一般に下牛派はこれらを新作としたが、他派はそうでなかった。15世紀のカビールなど、サントと言われる人々のドーハーと、ドーハー校舎の内容が既存の宗教の批判や、教典など書かれたものに対する不信感など、主題的にサラ派のものによく似ていることが指摘されている。ありがとうございます。